れはね、この遊園地で一番の人気を誇るアトラクション、観覧車よ。乗ると遊園地全体の美しい風景が見られるの。それにとってもロマンチックな伝説があってね。聞きたい？といえば回転ブランコよね。私は自分で空を飛べるけど、回転ブランコに乗るといつもドキドキしちゃうの。たまには刺激も必要でしょ。かわいい妖精の大冒険よ。周りを一周するの。遊園地の景色を360度見渡せるのよ。私の一番のおすすめなんだから。乗りたくなった？大人の私を見つけたら一緒に乗りましょう。ここも大人の私の記憶によって作られた場所だから、私にとってはお家の庭のようなものだわ。自慢するわけじゃないけど、ここは世界で最も幸福なところよ。それにしてもおかしいわね。どこを探しても大人の私がいないわ。隠れるのが本当にうまいわね。わかったわ。これはきっと見つけてみなさいっていう挑戦状ね。こうなったら私があなたの代わりに彼女を探し出すわ。妖精の力を見くびらないで、愛しい人の子。それじゃあまたね。